はい、どうも、吉谷です。今回はですね、ドリア火星からですね、メールいただいたので、結果というか、自分の中で変化あったよっていうメールいただいたので、それをシェアしたいと思います。吉谷さん、こんにちは。動画とメールありがとうございます。嬉しかったです。最近時間の確保がなかなかできなくて焦っていました。でも動画を見て今できることを積み重ねていこうと思いました。究極のマインドセットを文字起こししたら、究極のマインドセットが頭に入って、やらない選択がなくなりましたと。やるしかない状態です。この動画のおかげで気合を入れることができことがあでき、できない私でも大丈夫でした。アフリエイトから入金を通帳記入したときに、なんだか信じられない気分でした。吉谷さんの書籍に出会えてよかったって本当に思いました。自宅でできる仕事にずっと憧れたのに本当に嬉しいです。今度最近スタバでパソコンしますということでいただきました。これはですね、結果報告いただいた、塾生さんのこのカナイズ .com、このブログをね、やられてる方からのメッセージなんですけど、なんでこのやつをシェアしたのかっていうと、ここなんですね。ここ究極のマインドセットを文字起こししたら、究極のマインドセットが頭に入って、やらない、選択はなくなったっていう、ここなんですよ。やらない選択がなくなったと。でここで文字起こししたらって書いてありますね。でここのところにカナイズ .com で一番上にこの究極のマインドセットを読むっていうことで、この文字起こししています。はい。でこれで僕の動画見てね、こう文字起こししてブワーって書いてくれてますけれども、これ文字起こししたら、もうやらない選択がなくなったと。もうやるしかないと。でこれ多分ね、その要は結局これで僕が何が伝えたいかっていうと、アウトプットなんですよ。これ文字起こしじゃなくてもいいんですけど、動画で喋るなら何でもいいんですけど、結局この文字起こしっていう部分がアウトプットなんですね。だからインプットしたアウトプット、これはドリアカでも非常にすごく言ってますけど、インプットしたらアウトプット、このアウトプットっていうのが最強の学びです。最強の学びです。で、文字起こしすると、それがもう、自分の中で、この文字を書くっていうのは、自分の中でまとめて書いていかないといけないわけじゃないですか、一応。僕の講義、このドリームアカデミアの講義の、究極のマインドセット、ここですね。まずはじめにこちらの講義を受けてくださいっていうのはありますけど、これね、これ3回見てくださいって僕言ってますね。3回は最低3回。ここ3回これを見てくださいっていうことは言ってるんですけど、これ正直本当にこれ3回見て、あとアウトプット、これ3回、正直もうここで話したのがもう僕のいろいろやってきた中で、その簡潔明瞭、できるだけ簡潔明瞭にまとめた、究極のマインドセットです。究極。本当に究極だと僕は思ってます。いろんな切り口があるので、他にも言えることはあるんですけど、一応この一本の動画にそのまとめました、マインドセット。で、この講義を見ていただいて、これ3回見てアウトプットしてやれば、正直もうこれで一本でいいのかなと思うんですよね、マインドセットは。これ1本で十分かなと僕は思います。で、今回いただきましたけど、このやらない、要はやらない選択をなくすっていうことが大事なんですよ。これね、本当に僕いつも思うんですけど、これ本当思うんですよね。お金を稼ぎたい。だけど、〇〇だからできない。例えば時間がないからできないとか、初心者だからできないとか、なんか丸々だからできないって言うんですよ。でもお金を稼ぎたいんですよね。お金を稼ぎたいと思ってるのに、丸々だからできないって口を揃えてみんな言うんですよ。もしくは思うんですね。いや、ここいらなくないって話なんですよ。いや、ここいらなくないっていう。これ稼ぎたいんだったら、これね、本当にどうすれば丸々ができるのかだけを考える。いや、ここの思考っていらないんですよね。ここ時間がないからできないとか、初心者だからできない、何々がないからできない、家庭の事情がどうのこうのできない、なんかそういうのみんな言うんですよ。いや、失敗したら怖いからできないとか、
いや、それって必要、それを考えることそもそもが、これになんか必要ですかって話なんですよ。これを成し遂げたいんだったら、これだけ考えればいいんですよ。だから、これを考えている、これは1ミリも必要ないです。これを考えている人はほとんど無理です。これを、だってこれをちょっとでも考えたらできなくなりますから、できないんですよ、これが。でも、これがゼロになると、これがゼロになって、これしか考えなくなれば、そっちの方向に絶対行くしかないんですよね。だから、この何々だからできないっていうのは、私、正直、初心者、僕もまあ今こうやって動画を撮ってますけど、12、3年前、全く初心者でこんな動画も撮れることもなかったですし、できなかったわけですよ。できないけどできるようになったんですね。できないけどできるようになった、その過程のプロセスっていうのは何かっていうと、ただやっただけなんですよね。やってたからできるようになっただけであって、で、やればできるようになるんですよ。僕も十何年前こんな動画も撮ることもできなかったし、この動画を撮るやり方すら分かんなかったですよ。でもそれはやっていく過程で覚えた、ただそれだけの話で、だからこれができないっていうのは、その、なんだろうな、なんかその言い訳じゃないですけど、それ言っててこれができるのって話なんですよ。なんかこれ言うのが無駄じゃないみたいな。時間がないからできないとかもそうなんですけど、じゃあどうしたいのって話じゃないですか。時間がないからできないって言っちゃったら、もう、じゃあどうするんですかと。ってなっちゃうんですよね。じゃあ時間を作るためにはどうすれば時間が作れるのかだけを考える。ですよね。どうすれば時間作れるのかを考える必要性がありますよね。時間がないんだったら。時間がない、ありません、できません、ではなくて、時間がないんだったらどうやったら時間作れるのかなっていうことだけを考えるんですよ。だからそれ以外不要ですよね。ここを目指してるんだったら。で、実際にですね、本当にこれお伝えしたいんですけど、このね、カナイズーム .com、を運営されてるね、カナさん、本当に全くネットビジネス初心者でしたからね。マジでネットビジネスやったこともないし、ブログなんて作ったことないですよ。ブログ作ったことないですからね。ブログも作ったことないし、これワードプレスなんですけど、このドメイン、カナイズ .com っていうドメインも取ったことないし、サーバーって何ですかと、ワードプレス何ですかっていうところからスタートしてこれですよ。で、これ、いただいてるメールからにもあるんですけど、アフリエイトからの入金通帳を記入したとき、なんだか信じられない気分でしたと。本当ね、これをね、まず体験してほしいんですよ。やっぱインターネットからそのお金がその稼げるっていうのをやっぱ体験してないと、結局その会社からもらう給料が振り込まれたっていう現実しか体験してないんで、やっぱそのネットからお金が振り込まれるっていうのをまず体験してほしいんですね。少ない金額でもいいですから。で、それを体験すると、あ、本当にネットから収益が出たと、自分の力で稼げたっていう。だってこれって、このブログからも今収益が発生してますけどね。これって完全自分の力じゃないですか。自分の力でお金を稼ぐっていうことですよね、ブログで。じゃ、これってもう本当、会社に行かなくても、今ってね、もう会社に行かなくてもお金稼げるわけなんですけど、こういうスキルがあれば、飯は食っていけるわけですよ。だから、ドリームアカデミアのコンセプトが月収100万って言ってますけど、月収100万を達成させるためには、会社で一生懸命頑張っても、給料100万ってなかなか難しいですよね。だから、給料100万稼ぎたいんであるならば、リアルの仕事であるならば営業職つくしかないです。事務職で100万もらえる会社なんかそうそうないですから、もしリアルの仕事で100万稼ぎたいんであるならば、営業職、バリバリの営業職つくしかないです。で、それが嫌な場合は、これね、別に営業職っていうか、営業なんかピンポンしてとかね、ピンポンしてとか、ガムテープをね、電話機にぐるぐる巻きにセットして、1日400本ぐらいアポイントの電話しないとか、そういうのないじゃないですか。光通信とかやばいですからね。ガムテープと電話機固定ですからね。1日400本のアポ。
電話帳、渡されるのタウンページみたいなね ガリガリなんですけどね。だそれ必要ですかっていう。だ営業の世界ってそう厳しいとかそういう感じですよ。いまだに。アポイントとか取ってもらったらもうぶん殴られる。ぶん殴られるところもね、まあまあかなりブラックですけども、相当営業大変なんですよ。じゃあそういう営業ね、アポイント取れなかったら殺される的な感じの大変よりこっちの方が良くないですかって話なんですね、僕は。自宅にいながらね。自宅にいながらできるわけじゃないですか。だこの自宅でできる仕事にずっと憧れてたので本当に嬉しいですと。今度スタバでパソコンしますと。要はこのスキルがつけば本当に自宅にいながらできるし、あとはスタバでね、この記事書いてもいいわけじゃないですか。カフェ飲みながら。今日はどういうこと書こうかしらみたいな感じで、スタバで記事書けますよね。じゃあ記事、で、これドリアカでも伝えてますけど、記事どうしようかな？ネタがない。あれ？今日ちょっと書くネタがないなって思ったら、ね。ここにネタいっぱいあるじゃないですか。ここにいっぱい。いっぱいネタありますよね。ここに。いっぱい講義の、これパクっていいですよって言ってますよね、僕。この僕が話してる内容、全部パクってくださいと。全然パクってくださいっていうこと言ってますよね。だからネタがなかったらここ無限に書けるじゃないですか。まああとね、なんだ。このフォローアップ勉強会でもこれ全部ずっとやってますんで、これね。これだけでも、もうここにあるやつだけでもね、全然書けますよね。いっぱい。あと、細切りにすれば。あと、まあ、ここでね、YouTube の話するんだったら、もう、めちゃめちゃここに、ブワーってやり方もね、説明してるし、やり方もね、ここでもセミナーもあるしね、セミナーも。こうセミナーもあるわけじゃないですか。これ全部内容パクっていいですよって言ってるわけですから、ネタがないってことはまずありえないですよね。ネタがないっていうのは。これ全部パクっていいよって言ってるわけですから、だってね、これも全部パクっていいですよっていう、ここで僕が話してる内容をまあ文字起こししたりとか、パクっていいですよっていうことを言ってます。ね。こう、で、あとこれどんどん、追加していきますからね。だから僕はネタ提供してるわけですから、書けないってことはないわけですよ。だから文字起こしすればいいわけですよ、これね、文字起こし。だから、カナイズ .com のこの究極のマインドセットっていうのは、僕のこの、ここですね、これを文字起こししてるだけですよね。で、文字をこれを言ってることを文字起こししたらこんなになるわけですよ。ぶわーって結構ありますよね。だ記事が書けない。いや、文字起こししてるだけですよ。もちろんあと自分のね、言葉に変換してる部分があるかもしれないですけど、だこれは書けないというかやってないだけなんですよね。ネタはあるわけじゃないですか。ネタは ネタパク、しかも僕がパクってくださいって言ってるわけですから、ネタはあるわけですよ。こうやって書けば。で、もしこれが面倒くさいんであるならば、別に動画で喋ってもいいですよね。この文章を書くのが、まあ、吉田さん、僕は苦手ですっていうことであるならば、なんで僕が言ってる内容を動画で言えばいいですよね。まあ、どっちでもいいんですけどね、動画で言おうが、こっちで言おうが。ただ、まあ、文章を書くと、さらに、まあ、この、なんだ、この頭に入ってきやすいかなとは思いますね。はい、ということで、本当にですね、初心者の方でも、やればいけますので、まずはここですね、あともう一つここ。こう信じられないと思うんですよ、本当に。僕も最初、そのネットでお金稼げるって聞いた時に、本当かなみたいな。本当に振り込まれんのかなっていうか、その仕組みがよく分かんなかったですね、まあ、そもそもとして。だってそもそも会社に行って、だってそもそもお金稼ぐって会社に行って、まあ、アルバイトだったらタイムカード切って、でそのタイムカードの時間だけもらうっていうのが当たり前じゃないですか。会社に出社して月末に会社から給与もらうっていうのが当たり前、それが一般常識っていうことで、僕たちそういう教育をされてきてますから。じゃあこれね、自分でお金を稼いで、そのネットからこの収益を得るっていう、この通帳に入るっていうのは、やっぱ体験したことないんで、信じれないんですよね。ほら、なんだか信じれない。入金されてるけど信じられないみたいなね。だからここができれば、これが当たり前になってほしいんですよ。で、最近は本当に YouTuber みたいなのも出てきましたんで、そのネットでお金を稼ぐっていうのが、まあ、そこまでうさんくさくないとは思うんですけどね。じゃあネットからそのお金を稼ぐっていうことがうさんくさいんだったら、 YouTuber も全部うさんくさいわけじゃないですか。だからその広告収入とかね、まあ、この得られるわけですから、このここをクリックすると、ここをクリック、これアドセンスですね、 Google アドセンス、これが広告なわけですよ。
だからこういう記事を書いて、こういう記事を書いて、このブログにアクセスが来ました。で、このブログに訪れた人がここをクリックしたら、このブログ運営者のカナさんにお金がチャリンと入ると。これがアドセンスです。で、このアドセンスは昔からあります。で、まあこれ、Google が運営してる、アフリエイトプログラムなんで、これ、うさんくさいってないっすよね。だって、Google がこの提供してるものなんですよ、これ。この大好きなことを収益にって、ここに書いてありますからね。いや、これがうさんくさいんだったら、どうなのって話じゃないですか。ここにも書いてありますね。これはまあ料理のブログで、ここにこうありますよと。関連性の高いこう記事と。ね。いや、これがうさんくさいってさ、Google に言ってくださいとしか言いようがないですけど、だからこういうね、個人でもお金が稼げる仕組みっていうのが今あるわけですよ。しかも、このアドセンスに関しては、Google、世界の検索エンジンの Google が運営してるアフリエイトプログラムなわけですよね。で、これが怪しいってなっちゃうと、どうしようかなって話ですよね。これはね、Google AdSense に関しては本当に昔からある、もう十何年前からあるやつです。で、個人がこういうブログを運営して、記事を書いてアクセスを集めて、こう広告をね、こう、で、しかもこの広告っていうのは記事に関連した広告が出てきやすいので、すごくクリック率も非常にね、いいと。この記事に見合った広告が出してくれると。まあ、ここに書いてありますけどね。関連性の高い広告を記載と。これは Google の、アドセンスが勝手にここを読み取ってくれて、この記事の内容を読み取ってくれて、例えばこれが料理の記事が書いてあったら、料理に関わる、まあこれ食器とかで写ってますけど、そういうのが出てきやすいと。だからクリックもされやすいと。例えば、まあこれでそのマインドセットの話してるんですけど、じゃあこれでいきなりここのマインドセット、まあビジネス系の話ですよね。ビジネス系の話してるのに、いきなりここの広告が料理の広告だったら微妙ですよね。だからこれがそのビジネス系のネタであるならば、ビジネス系の広告が出てきたりとか、そのアドセンスに関してはそこがすごくいいとこですよね。勝手に広告が、自分が書いた記事に付随する広告が出やすいと。で、なんで出やすいかっていうと、ここに出稿してる広告主が圧倒的に多いとこです。多分世界1位だと思います。ここの Google に、広告を出稿してる会社は、多分世界1なんじゃないですかね。こういう広告で扱ってるのは、ここに出向してる会社が非常に多いから、いろいろとね、選別できるってことです。まあ、ということで、本当にですね、他のドリアカ生の方もですね、まずはちょっとでもいいので、お金を本当にドリアカの内容やっていただければ絶対稼げるんで、まずはここを体験してほしいですね、ここを。で、もしですよ、もしやれてないと。今現状としてやれてないんだったら、これを本当にもう究極のマインドセット、マジでこれを何度も見て、あとアウトプットですね。これを何度も見てアウトプットしてください。見るだけじゃと多分ダメだと思いますんで、アウトプットです。これを見たら完全どっかにアウトプットしてください。アウトプット。アウトプット。アウトプットお願いします。ということで、まあ本当にですね、全く初心者の状態から、ここまで、行ってますので、他の塾生さんは。だからといって、まあ、私大丈夫かなと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、大丈夫です。で、なんでこの動画を作ってるかっていうと、大丈夫だよってことを言いたいからです。本当ね、マジで初心者ですからね。吉永さん、ドメインよくわかりませんと、僕、まあ、サポートしてたんで、まあ、よくわかるんです。このブログがね、できる工程全部僕は知ってるんで、だからまあ強く言ってるんですけど、サーバーちょっとよくわかんないですとかいろいろあってね。まあ、そういうところを乗り越えて、あとは途中で挫折しそうになってるところも見てるし、だけどやっぱ続けてきた結果、こうやって入金されて結果が出るようになってます。だからまあ他の塾生さんもですね、まあ、ドリームアカデミアのコンセプトが、この
夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だということを掲げてるんですけど、僕は逃げないですよ、60歳まで。60歳まで僕は逃げませんから。60歳までこのドリームアカデミアは絶対運営するし、死なない限り。死なない限り、無料でね、60歳まで、あと25年間無料でサポートしてきますから、逃げません。でもその代わりすいません、60歳になったらちょっと定年退職させていただきたいんですけど、はい、25年やりますんで、無料でね、サポートは。だから逃げずに本当やっていただければ、絶対人生が変わるきっかけにはなりますので、はい、まずそのきっかけを、ムーブメントを起こさない限り、多分信じれないと思うんですよ、本当に大丈夫かなっていうところで。そのきっかけ、ムーブメントを起こせば、自分の中でこのムーブメントを起こせれば、そのやり方っていうのも、あとお金稼ぐ方法、収益を倍増させていく方法っていうのは、ここで情報発信の方でいくらでも、こう僕が講義の方を追加していくので、やり方は分かると思います。やり方は分かります。ノウハウを教えますんで。はい、ということで、今回はですね、嬉しい報告、こうなんだ、アフリエイトの、入金もあったっていうね、嬉しい報告いただいてますので、あとは伝えたいこともあったので、この動画を作りました。はい、ということで、結果のこの、動画のシェアは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。